出たな 2P から。みじえちゃんボンジュール。まだこいつ人ではなかった。ひらぎくん君は見ないようにして。一周目で言われてたら発狂してたよ。ひらぎくんは絵に厳しいんでね。こんにちは、バランノーと申します。はい、じゃあ明日からちょうど3月やっていこう。うん。あー、カズオくん、いらっしゃいませ。団子屋の娘って感じだな。ほう。この制服かわいいよね。あー、かわいいよな。いいじゃん、お前カツラ似合いそうだから被ったら完璧。なぜカツラを被らせようとする。今のままで十分いいだろう。このピンクの髪型に何が問題があるっていうんだ。優等生の髪型やぞ。風間くんだってお殿様が似合いそう。娘、団子を一本くれ。えい、喜んで。はい、お待ち。ノリいいな。それじゃ寿司屋だろ。ノリはいいけど雰囲気はクラッシュしていきました。お前が看板娘だと店が繁盛するのもわかる。あー、ふと客がやってきました。そう？だけどあんま愛想振りまくなよ。じゃあまたな。また怖い種類の束縛入りました。ありがとうございました。風間くん様子見に来てくれたみたい。おマリー。ほほほほ。あ、もしやパジャマパーティーかい。みじるさん、ひかるちゃん、何？明日お休みだしさ、用事がないならうちでお泊まり会しようよ。ああ、行きます行きます。マリーは今気になる男の子はいるの？いるよ。まあ、ある意味では戦友と呼ばれる男子です。正直でいい子ね。え、誰だか教えてくれる？もちろんです。ひらぎくん。ひらぎくんかな。矢之助さん、マリーに興味津々みたいね。ほほほほ、矢之助さんって呼んでるな。ほう。そうかな。トド、まだお友達かな。彼は大人びてるけど無垢な部分もあるから恋に発展するのは時間がかかるかも。あー、それはもう一周目でも、そして今も体感してます。でもさ、劇団以外を知らない矢之助さんだからこそ好奇心満載のマリーがぴったりじゃない？ほう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 、俺たちの相性がぴったりだと感じてると。ひかるちゃん、魔術が弱まってるんじゃないかい？彼さ、背負うものが多いってことが自分の当たり前だと思ってるし、でもそれって違うと思うんだよね。マリー、あなたの率直な言葉をぶつけてみたら？彼にはいい刺激になると思う。ほうほう。デリケートだけど、ひらぎくんはいろいろと体験をしたらいいのかな。ちょっといろんな場所連れてってみよう。あ、連れてってるけどね、断ってくるけどね。はあ、マリーの恋バナもバッチリ聞けたし大満足。ありがとう。お、期末テストですね。お、あ、ひらぎくんからのメッセージだ。お、花椿さんたちのご自宅でパーティーをしたそうですね。あなたの寝巻き姿の絵を描いて説明してくれました。だって。なぜ絵にしたためた？今回は隠し撮りしなかったんか。二人ともどんな絵を描いたの？なぜ今回は撮らなかったのか、そして絵にしたためたのか。もうちょっとどういう会話をしたのかぜひ聞かせてもらいたいな。ひらぎくんは絵に厳しいんでね。じゃあ試験しよう。いやもう芸術の点が低すぎるんよ。ちょっと一応芸術上げられるときに上げてるんですけど、もしかして生徒会って芸術下げるのか。ひらぎくんと真逆。ああ、ちょっと頑張っていかなあかんな。
今回の結果には満足？いやー、芸術が低いところ見られたな。いや、満足してないよ。俺はもっと上を目指すよ。ひらぎくん、ちょっと俺も熱血指導するから。ひらぎくんは？それ聞いてやるね。試験に関して満足したことなどありません。ただただ毎回自分の不甲斐なさを晒されるだけです。任せて、俺が熱血指導するから。うん、頑張ろう。お互い。そっか、私もただただ普通かな。そうですか。お疲れ様。今日はゆっくり過ごしましょう、お互いに。ああ。よし、次はもう少し頑張ろう。ちょうど開演のタイミング。足元気をつけて。ほほほほ、プラネタリウムはそんなでもないっぽいな。さて、どんな演出が待っているのか楽しみです。あ、足元気をつけて。いや、どんな演出が待ってるか楽しみな、そんな時にまた見てしまったんよ。いや、もう相変わらず、もう今世も相変わらずですよ。ちょっと切ないね。慌てることないですよ。あー、ちょっと慌ててしまうよね。君の右手側を見ると。ひらぎくん、君は見ないようにして。ちょっとせちがらい世界やから。これがプラネタリウム。ほう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 、初めて見るのか。満天の星空がロマンチックだったね。ヒイラギくん、寝てたでしょ。シートがふかふかでぐっすり。あー、まあ、この感じだと寝てはいないので、下の二つはないな。あ、もうちょっと上で行ってみましょう。満天の星空がロマンチックだったね。ええ、とても。もう一度見ましょうか。おー。へい、べっちりくん、いいじゃん。足元気をつけて。いや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 。おかしな人だ。あなたとの掛け合い、癖になりそうです。楽しかった。どうしました？僕たちには早いでしょう。俺今何した？おはよう、マリー。今日はホワイトデー。なるほど、そっかそっか。広瀬、おみくじキャンディでしょ。ああ、探しました。あ、ひらぎくん、チョコのお返しです。受け取ってもらえますか？ひらぎくんが頬をあからめている。もちろん、ありがとう。よかった。じゃあ、またね。プレゼントなんだろう。ガラスのペーパーウェイト。あー、ヒイラギくんはこうガラス系のものが好きなんやな。誕生日もトンボ玉のキーホルダーくれたし。キリコが入っててすごく綺麗。置物としても素敵だな。おー、いいね。江戸切子とかかな。素敵やな。お、さっさく。ちょっと冒険してみる。さっくんとか呼んでみる。さっくん、さっくん。ダメだ。ダメか、さっくん。え、それって俺のこと？ダメなんか、さっくん。ダメだった？それはまだ早いかな。速さの問題。え、仲良くなったらさっくんって呼んでいいんか。ほう、ほう、ダメみたいだな、今は。今はな。ほう。お、二人とも早いっすね。やっぱヒイラギくんとは毎年行ければ花見に行きたいなと思ってるので、今日はお花見に来てます。1年ぶりの桜が僕たちを待ってます。
もうすでに胸の奥がそわそわしています。おお、やっぱりヒイラギ君はお花見が好き。いかいか。この時期だけのプレゼント堪能しましょう。俺これ言ってみたかったのがあるんですよね。そう、ヒイラギ君、桜吹雪が似合うね。散っていく桜を見ると儚いよね。美味しい桜餅が食べたいな。やっぱりこう女形をやってるヒイラギ君、桜吹雪が似合うね、いいんじゃないかと思いまして、言ってみたかったんですよね、これ。ヒイラギ君、桜吹雪が似合うね。ありがとう。役者冥利に尽きるってやつですね。おい待ってくれ、ずっとバッチリを出している。ここ2回ともバッチリです。いや今回いいな、来ている、時代が来ている。あなたとの掛け合い癖になりそうです。楽しかった。ありがとう。いや俺も楽しかったよ。ちなみにちょっと今タッチ控えてます。なんか上がりすぎても3年目ずっと大接近になっちゃうんで、ちょいちょいにしていこうかなと思ってます。ちょっと鬼メールが来なくなるのは寂しいんですが、ちょっと調整してます。あ、ブラウン流行ってるんでこれでいこうかなと。ちょっと暑いかな、とりあえずこれでいこう。とりあえずシックっぽい服が足りなすぎるので、ちょっと 10% オフにしてこの服を買おうと思います。ちょっとまたシックっぽい服、とりあえずディスカウントで 30% オフで買いました。完璧と言ってもいい。よし、じゃあ来月から普通に出歩きイベントが出る感じかな。ちょっとちょこちょこ出歩いていきたいですね。ありがとうございました。またお越しくださいませ。マリーのご挨拶って気持ちがいい。おう、本当？また来たくなっちゃう。素敵な笑顔だもの、ミチルちゃん。いや、ミチルちゃんの笑顔も素敵だよ。やった、ミチルちゃんに褒められた。アクティブ。ビビッと。ダメだ、ことごとく。これはシックっぽいな。もう俺にはシックという概念がわからん。出たな、2P から。どうぞ。町から近いのに全然空気が違う。さて、どこに行きます？お、嫌いじゃなさそう。わかりました。では行きましょうか。風が心地いい。大自然に囲まれて気分がいいね。何もないところなんだね。あの牛ずっとこっちを見ている。もうこれは水族館の二の舞が起きるので、いやお前のことなんか見てへんよって言われそうなのね。大自然に囲まれて気分がいいねでいいのではないでしょうか。大自然に囲まれて気分がいいね。ええ、せっかくです。今日はゆっくり楽しみましょう。牛？何もないかな。わからん。あなたのおかげでゆったりとくつろげました。こんな過ごし方もいいですね。前向きに捉えてくれるようになって嬉しいですよ。そろそろ入学式が始まる時間。何されるの今回は。分かってなかったんですか。言わなきゃよかった。お、今回は壁ドンされなそう。以上です。
では。おほお、これは1周目と同じ反応でしたね。あ、怪我しなくてよかったです。お互いにな。お、やったー、楽しくなりそう。お昼ご飯に誘ってもらえるようになりました。三影先生っていつもいい匂いがするんだよね。ああ、またそれか。だ、なんでひかるちゃんは三影先生がいい匂いだって知ってるんかな。毎回気になるんやけど。一週目で言われてたら発狂してたよ。うん、おはようございます。おはよう。おはようございます。ひらきくん、おはよう。ご苦労様です。はい、生徒会の大事な仕事、今日は当番ですから。じゃあもちろん生徒会の仲間である俺もやるんだよね、これ。そっか。でも挨拶強化運動は好きなんです。ほうほうほう。ボンジュール。ああ、ボンジュール。ボンジュール。あは。ひかるちゃん、おはよう。マリー、せっかく矢之助さんが乗ってくれたんだから。ほら。あ？え？さあ、どうぞ。何が？ボンジュール？なるほど。なんか俺とっさにボンジュールって言っちゃったから何の話をしてるのかと思ったら、そっか、俺は言ってなかったもんな。うんうん、マリー最高。ああ、そうなんです。もう二人とも、おはよう。ああ、みじいちゃん、ボンジュール。はい、おはようございます。おい待てよ、なんでみちるちゃんにはボンジュールって言わないんや。え、みちるちゃんには言わせないの？あ、お姉ちゃんは無理。なんで？ええ、難攻不落でした。意地でも言わなかったな。何の話？いや、みちるちゃん、ボンジュール。ボンジュール。ボンジュールのことだよ。マリーは言わされちゃったんだ。仕方のない二人。まあ確かに仕方のない二人ではあるな。あ、待ってお姉ちゃん、マリー行こう。あ、じゃあひらきくん頑張ってね、アビアン。はい、本当に挨拶強化運動は楽しいです。楽しみ方間違ってるよ。ひらきくんとひかるちゃんには要注意かも。ああ、そうだな。マリー、また同じクラスになれなかったよ、残念。マリーはまた担任が三影先生だね。あと風間くんも、もしかして赤いと。は、ああ、どっちに向かって言ってるかによって俺の返答が変わります。どっちのこと？あれ、あんまり気にしてないのか。うん、運命だと思ったんだけどな。いいじゃない、高校生活はまだ2年間もあるんだし、これからも仲良くしましょう。じゃあまたね。あ、今どっちって言ったけど、よく考えたら今はちょっと柊くんだから、どっちでもないんよ。さて、チーム麺類最後のメンバーである氷室くんもやってきたので、ちょいちょいデートに誘いたいと思います。てか、でもそこで気づいたんですけど、よく考えたらこう、風間くんそば派、さっさくんうどん派、そして氷室くん、これはもしかして氷室くんはダブルチームでチーム麺類に所属しているのでは、ダブル麺類なのでは。そしてさらにこう別枠で本田くんとコンビラーメンズも組んでるしね。ああ、もしかしたらこうチーム麺類という組織を暗躍してるのは氷室くんなのでは。なので、ちょっと重要人物との初デート、電話していきたいと思います。いいけど。うん、ああ、なんとかアクティブな服が作れました。遅くなっちゃった。氷室くんはもう来てる。お、あれ、
氷室くんこのタイミングで、あ、初めてかもしれんな。待たせてごめんね。人の時間を無駄にするなんてすごいね。次はないかお前嘘だろ。まあ確かに今日はまあ初デートですよ。うん、でもお前今まで通算何回俺のデートを遅刻してきたと思ってるの？え、こんなこと言うの？うん、そうか、まだこいつ人ではなかった。仕方ない、うん、仕方ないね。うん、うん。返事ははいで。おい、お前いい加減にしろよ。てめ、許せねえ、許せねえよこいつのこと。おい、ちょっと待て、俺に口調のレクチャーをするのであれば、お前は俺に敬語を使え。お、どうかした？どうかした？どうかいたしましたか先輩。何かおっしゃりたいことがあるのでしたらお伺いいたしますじゃねえのか。おいおい、それ、いや、わかってるよ、嫌だろうなと思ってやりました。指紋つけさせていただきました。いや、つけたりやした。うん、それ、いいセンス。やかましいわお前、それで帳消しになると思うなよ。うん、嘘ついてどうするわけせっかく人が褒めてるのに。お前そんなこと言ったっけ。あー、久々だなこの感じ。マジか、お前マジか。あー、そっかそっか。いや、ちょっと久々すぎてちょっと、うん、リハビリが必要だね、君との関係は。そうか、やった、この子来てきてよかった。もうこんだけ言われてやったって言える俺のメンタルすごくない？もう心が清い。で、何に乗る？多分氷室くんと遊園地来るのって初めてだと思うんですよね。まあ、なぜならまあ彼が遊園地を楽しめるとは到底思えなかったんで誘わなかったんです。うん、まあでも今日はお仕置きだ。俺を怒らせたんだから、もう遠心力の力をとくと見せてやるよ。うん、本気で言ってる？おう、本気で言ってるよ。どっちが主人か見せつけてやるよ。うん、何？何がしたいわけ？嫌がらせ、嫌がらせだよ。これ乗るんだ。うん、怖いんか、怖いんか。乗るよ。回せ回せ回してれ。子供だまし。ほう、そうかい、子供だましかい。じゃあもう一回乗るか。うん、子供みたいにはしゃいじゃう遠心力を体感できたね。世界が回ってる。はあ、はあはあ、まあ、子供だましって言ってる人に子供みたいにはしゃいじゃうっていうのは多分逆にダメな気がするし、あー、遠心力を体感できたねなんじゃないかな。世界が回ってるに関してはもう彼の本音だろうけど、あー、ちょっと今回はちょっと遠心力を体感させてありましたので、あ、聞いてやりましょう、言ってやりましょう。遠心力を体感できたね。うん、なるほど、確かにそれだけは体感できたな。おう、楽しかった。またいつでも体感させてあげるから、もうこれだけのために遊園地来よ。これから通う。おう、いい感じ。おう、上があったのか。いや、でもここが苦手だからこれが一番上の可能性さえある。あー、ちょっと騒がしいかも。どうした
ちょっと怖かったのかな、心臓の音が騒がしいのかな。はいはい。あ、喜んじゃったな。時間の無駄にならなくてよかった。あ、まあまあまあ、これは聞いてました。あ、前からそういうこと言う人だったのは、うん、承知の上です。驚きはしません。何？いやー、まあでも、まあ今の発言には驚かなかったけど、今日一日の君のもう態度とか全部もう驚きの連続だったよ。もう久々すぎて衝撃だったよ。じゃあ最後にちょっと嫌がらせしようかな。何か言い残したことでも。嫌じゃないんかい。あ、言い残したこと？あ、もうちょっと今後お前は俺に敬語を使え。わかったな。じゃあさよなら。あ、まあ、さよならは敬語かな。あ、今後はちゃんと敬語を使っていくように。わかったな。はい、ではチーム麺類の重要人物氷室くんもやってきて、ちょっとあいつの人の心も取り戻しつつ、柊くんとの関係も良好に保っていかなくてはいけないという、もうちょっとやることが多い。あ、そしてちょっと先生は特殊枠で、もう柊くんと氷室くんに関してはちょっと人としてトリッキーなので、かなり特殊なメンバーではあるんですが、ちょっとこのメンバーの中でうまくやっていけるかとてもとても不安なんですけれども、今後もやっていきたいと思います。では次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。ま、またピスタチオ。急に大きく出さんでびっくりするやん。よほど俺のこと嫌いだったんだな。神頼みしても足りないぐらいなんでね。いやー、ちょっと後悔はしてます。その顔やめて。本当にそう思ってる？ちょっと悲しそうな顔してる。身も心も凍りました。鉢巻きつけてって見るか。